ホレーショアレンデラウェアハドソン鉄道の高圧蒸気機関車ホレーショアレン1924年ホレーショアレンはアメリカ合衆国の土木技術者発明家で法学博士であるニューヨーク州スケネクタディに生まれ1823年にコロンビア大学を卒業しデラウェアハドソン鉄道の前身であるデラウェアハドソン運河の主任技術者に任命された 1828年に彼は会社が計画していた鉄道用の機関車を購入するためにイングランドへ派遣された。そこで彼はジョージス・チーブンソンの地遇を得ることになった。1829年に彼はアメリカで実際に走行した最初の蒸気機関車であるスタウア・ブリッジ・ライオンの組み立てを行い、ペンシルベニア州ホーオンズデールにおいて走行に成功した。 1829年から1834年までは136マイルの全長があって当時世界最長の鉄道とされていたサウスカロライナ運河鉄道の主任技術者となった。彼は究極線で機関車の動きを案内してスムースに走らせる仙台車の仕組みを発案したが実際にこれを実用化したのはジョン・ジャービスの方が先であった。 彼は1884年にザ・レール・ロード・エラ、ファースト・ファイブ・ヤーズ・オブ・イッツ・デベロップメントという本を書いた。彼の他の活動としては、1838年から1842年まで、ニューヨークに水を供給する、クロトン・導水路の技術支援を行い、1842年には、白洋蒸気機関や、その他の機関の大きな製造メーカーである、ニューヨーク・ノベルティ・ワークスとの関わりができた。 またいろいろな時に、エリー鉄道の主任技術者や社長を務め、パナマ地況鉄道やブルックリン橋の助言役を務め、1872年から1873年までは、米国土木学会の会長を務めた。1924年にデラウェアハドソン鉄道は、高圧蒸気機関車の試作機1400号を作り、その名を、ホレーショアレンとした。ありがとうございます。